はい。皆さん、こんにちは。日本パラサイクリング連盟の広報担当をしています。大西良太郎と申します。どうぞよろしくお願いします。さて、えー、今回ですね、久しぶりに第2弾ということで、パラサイクリングをより皆様に知っていただこうというような、そんな動画をですね、上げさせていただいております。そして、えー、この番組ですね、よ、もっとより多くの人に、パラサイクリングの魅力というものをやっぱ伝えていきたい。そしてですね、 やっぱりそのパラサイクリングというものがどういうものかだけでなくやっぱりそのパラの競技というものをもっとやっぱり皆様に分かっていただきたいっていうような気持ちもすごく僕持っているものですから皆様是非です、ね、ぜひチャンネル登録していただきたいなと思っています。よろしししくお願いいいます。今何たって58人しかいないので。 ね、で動画上げても全然伝わらないっていうのがちょっと残念なんですね。ちょっとうまくあの SNS とかを通じて、えー、広めていきたいなとは思ってるんですけれども、まあ、なかなか難しいっていうのがね、まあ正直なところで芸能人の方のようにちょっといかないもんですからね、えー、皆様の協力が非常に必要でございます。あの、対してね、えー、そんなにこう、なんかデメリットがあるわけではございませんので、ぜひ皆様、 チャンネル登録をしていただきたいなと思っておりますのでよろしくお願いいたします。さて、えー、今回ですね、紹介をしていくのはパラサイクリングのことなんですけれども、パラサイクリングっていうのは、いわゆるどういう競技なのかっていうのを、まあ、何回かに分けてですね、いろいろと紹介をしているんですけれども、まあ、今回はあいろいろな 自転車の種類があるんだよというような話題についてお伝えをしていきたいなというふうに思っています。大きく分けてパラサイクリングの競技はですね、全部で4つの、まあ、自転車を使ってやることになるんですね。まずこちらをご覧いただきたいと思いますけれども、まずはですね、C クラスという C クラス。 こちらのですね、自転車を使わさせていただきます。一見普通の自転車に見えます。そうです。普通の自転車なんですね。まあ、それに切断部分によって、例えば補助器具をつけたりとか、あとは片足の切断の場合には、ペダルの片っぽだけをなくしてですね、片足だけで漕ぐ。 なんていう場合もありますし、また、両腕のない選手とかもやっぱりいます。そういう選手には、こういうようにですね、あのーまあ、補助器具というのをつけてね、えー、やったりなんかすると。どちらにしても、基本的なベースはあー、こういうような感じの、普通の自転車。これをですね、使うというような形になっています。 ただ、障害の度合いによってですね、まあこれは他の自転車の競技もそうなんですけれども、やはりこう、重度の障害と、まあそうじゃない障害と、というふうにこう幅広くこうあるわけですよね。で、その人たちを一遍に一色単にっていうわけにはさすがにいきません。ですので、クラスが分かれているんですね。大きな大会とか、国際大会とかになってきますと、必ずそのクラス分け、 別で、えー、競技が行われます。まあ、今回東京パラリンピック行われるわけなんですけれども、パラリンピックでも、ここのクラスとここ,ラスこ,こ,ラスここのクラス、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 みたいな形でですね、全部を個別にというわけではないんですけれども、ちょっとまとめた形でね、えー、やらさせて、えー、こう競技としてやっていくというようなことになっているんです。で、この C クラスなんですけれども、C の 1> 1から c の5までありますで C の1が一番重度の高いこの選手がねやってるということなんですね。そしてそこから12345ということで C5 のクラスが障害の中でも軽い感じの障害度合いになってきます。 実際に C5 クラスの選手になってくるとパッと見た感じあれどこが障害を持ってるのかなちょっと分からないなっていうぐらいの感じだと思ってもらえたらと思いますし C1 のクラスだともう例えば明らかにですけれども例えば片,足あの片腕そして両足切断とかねそういうような感じになってきます。 実際に今現在日本の代表として活躍している川本翔太選手、もしくは藤井美穂選手は片足切断の選手ですので C2 のクラスに分類をされていきます。そういうような形で C1 から C5 まで分かれていくんですね。じゃあこれが一色単に走った時にどうするのか と言いますと、これ C1 のクラスと C3 のクラスですとお、やはり有利性がだいぶ変わってきますよね。で、ここはやはりこの国際基準によってですね、えー、出たタイム、相波タイム、プラス、あプラスかけるだ、かける、かける係数っていうですね、ちょっと特別な数字をこうかけて出たタイムというのがあります。 で、その出たタイムをこう基準にしていくので、実際に東京パラリンピックですと C1 から C3 までが一緒に走ることになるんですね。ですので C3 のクラスで走った選手は、えー、その係数が100%。 でそのままのタイムが出るんですけれども例えば C1 のクラスですと走破タイム ×0. いくついくつみたいな形の係数が出てそれで出たタイムっていう風になるので実際に見てあ C3 の選手が優勝したと思っていてもですね実はその例えば直後ぐらいで C1 のクラスの選手がこうタイムが近い形で え、そうした場合には、ああ、もしかしたら C1 のクラスの選手の方が、結果的には、ああ、タイムとしては上、というようなことにですね、なったりなんかするんですね。ですので、まあ、最後の最後まで分からないというのが、一つこの、ね、え、パラサイクリングの、その最終的なタイムの、まあ、見どころというような形にもなるのではないでしょうか。はい。じゃあ、続いていきましょう。続いてはですね、こちらです。じゃん。はい。B クラスです。これは、タンデム自転車。 なんですねえー、前にも少しです、ね、ご説明をさせていただいたかなと思うんですけれども前に乗っている選手が健常者パイロットと言われるです、ねこのまあ、誘導してくれる選手ですそして、えー、後ろに乗っている選手が視覚障害者ですで名前をストーカーと言います、えー、スペルが違うのであのストーカーとはあですから えー、そこはちょっと勘違いしないように、もうこう,こう,こうじゃないですからね、えー、大丈夫だということです。何が大丈夫だったかよくわかりませんが、えー、ストーカーというふうに言われています。その二人で走るのがタンデム。ですので、視覚障害者の選手が基本的には走ります。これは、えー、ロードと、あとはあ、まあ、トラックと,という競技がありまして、クラス分けっていうのは、あその、ね、細分化っていうのはされておりません。続きましては、こちらです。じゃん。 T クラス。三輪の自転車ですね。で、まあ、もちろんその基本的なフレームは自転車と変わらないんですけれども、後ろが三輪になっているという。えー、これは脳性麻痺とかのですね、選手がこう使うんですけれども、これも脳性麻痺の度合いというのが選手によっては変わってきますので、T の1っていうクラスと T の2 というクラスと、こちら2つに分類をされています。基本的にはトラックで走ることはなく、ロードのみの競技となりますので、パラリンピックなどの大会では、ロード大会の時、ロードの日の時にですね、登場するというような形になるのではないでしょうか。そして最後のもう一つはこちらです。はい。ハンドです。 でハンドにつきましてもおやはりこの下半身不遂とかですね、えー、麻痺とかという方の選手がこう乗るんですけれども基本的には腕でこ,うこいでいきますで、えー、その度合いっていうのもやはりだいぶ変わってきますので、えー、これはですね H の1というクラスから H の5というクラスまでこれも先ほどの C クラスと同様ですね分類化されているんですね で、えー、C5 ぐらいのクラスになってきますと、ちょっとね、こう、寝るという形よりも、起き上がって、こう回すというような、そんなですね、えー、自転車にもなっているので、ちょっと若干、よく見ると形が変わっていたりなんかするんです。でとにもかくにもですね、これ、とにかく自転車って非常にたくさん種類があるというのを、まずお分かりいただけたと思いますし、そしてですね、 先ほどもおいろいろとです、ね、お話の中で紹介が出てきていますけれども切断障害、ねえー、あとは脳性麻痺とかあとは視覚障害というような形でですねですので例えば視覚障害だったら視覚障害の乗る自転車はありますしあとは切断障害とか麻痺だったらその,、ね、あの自転車があります。 下半身不随だったら下半身不随用の自転車があるということでそれぞれの,その障害に合わせた形の自転車で楽しむこともできますもちろんその大会とかです、ね、大きな、ね、オリンピック・パラリンピックみたいなそういうような大会に出るだけでなくその街中で民間で,です、ね、楽しんでいただけるような自転車っていうのも当然あります。 車椅子にこうくっつけてアタッチメントみたいにですねくっつけて乗るタイプなんていうのもありますのでそういう時にも非常にですねこの二輪、三輪というのがですね便利にねこう動いてきてくれるということになるわけなんですねですのでこの動画を見ていただいてあ、私の僕の知り合いの私の知り合いの障害を持たれている方自転車に乗れるのかなねそういうサイクルできるのかな そういうふうに思われている方ももしかしたらいるかもしれませんただねほとんどのね形に当てはまります ですので、ぜひ皆さんそこ安心していただいて、どういうのがあるかなーなんていうのをですね、ちょっと調べてみるのもいいのではないでしょうか。そしてまた、あこの、ねえー、動画でもですね、いろいろと詳しくまたそれぞれのものを説明していきたいと思いますので、よかったらまたご覧いただきたいと思いますので、よろしくお願いします。ということでございまして、日本パラサイクリング連盟大西がお届けをいたしました。ぜひ 一番初めにもお伝えしました通りですねこのパラサイクリングというものを広めていきたいというふうに考えております広めるにはですねもう本当に皆様の協力が必要ですのでチャンネル登録をですねまずはお願いをしたいなと思っております目指せ58人から59人ということでございましてまた第3弾をお楽しみに